武入義勝は日本の政治家、東京都文京区議会議員、東京都議会議員、衆議院議員、公明党委員長などを歴任した。議会勲章は、勲位当局実大受章。1998年、公明党と総価学会が政教一致の関係にあったと主張し、朝日新聞に55年体制解雇録が掲載された。 同解雇録が精査された結果、学歴記述の矛盾などが見つかった。竹入はこれを機に、反公明党、反創化学会の立場を鮮明にしていき、公明党は、中央幹事会で、政界引退済みの党の功労者だったにもかかわらず、最高顧問職会人、党からの除名を決めた。直後に、創化学会も、中央審査会を開いて、除名処分を決定。 事実上の永久追放という形で、両者は絶縁した。具体的には、竹入の経歴について、朝日新聞の紙面上では、陸軍航空特別幹部候補生としていた。しかし、他のマスコミに対して公表していた経歴は、陸軍航空士官学校在学中に終戦を迎える等であった。陸軍航空士官学校というのは当初、 埼玉県所沢町の所沢飛行場内に実在した機関で特別幹部候補生という兵士教育制度も実在した。しかし陸軍航空士官学校は所沢で開校した翌年に隣の豊岡町のお侍に移転しており竹入が在校していたとされる終戦直前に所沢飛行場内にあったのは所沢陸軍航空整備学校という別の機関だった。 ところ軍り航空整備学校では、竹入が18歳だった1944年に新設されたばかりの第一期特別幹部候補生を受け入れたという記録が残っている。当は竹入が学歴要件のなかった特幹西用試験に合格し、実際に航空整備学校に入校していた可能性を探ったものの確証は得られなかった。また、 所沢の飛行学校という言葉も出てくるが、これを厳密に解釈するのであれば、陸軍航空士官学校の前身である、所沢陸軍飛行学校のことであり、大東亜戦争の頃にはすでに航空士官学校に改組された後だった。さらに、陸軍航空士官学校で最も数の多かった士官候補生として教育を受けるには、同じ埼玉県の浅香町にあった、 陸軍余可士官学校で教育を受けてからでなければならなかった。余可士官学校を受験するには中学4年次修了が必要で、竹入はこれについて、旧正高千補中学校から陸士を受験したとしたが、高千補学園本部同窓会の名簿に竹入の名前がないことが明らかになった。その上、公明党本部が旧陸軍及び陸上自衛隊の OBE、 遺族などで作る公益財団法人開校者と実際に陸軍航空士官学校59期に在学していた当所属の地方議員や自民党の梶山清六、近岡利一郎らに確認したところ開校者陸士59機会のどちらの名簿にも竹入りの文字はなかったという。これらの証言や制度検証をもとに党は機関紙公明新聞に終戦時に 竹入が陸軍航空士官学校の敷地内にいたのは事実だが士官学校の学生ではなく作業兵として働いていただけであるとする調査結果を掲載し学歴詐称の事実を正す釈明要求書を二度に渡って当時代表だった神崎武則の名義で本人宛に送付しているが2015年に至るまで本人からの返答はないその後総科学会も 独自に調査を行い、2006年になって、政教新聞に掲載された、学会最高幹部による、史上座段階では竹入が、尋常小学校かよくても、高等小学校までしか出ていなかったとしている。竹入は公式のプロフィール上で、最終学歴を政治大学校卒業としているが、この学校の存在についても疑念が上がっている。田原幸太郎は講演で、 政治大学校というのは藤山愛一郎が自民党内で議員秘書を要請するために作ったいわば人材育成機関でその講義は当時東京長田町の砂防会館に置かれていた自民党本部内で行われていたと述べ現在の自由民主党中央政治大学院のことだと指摘しているこれが正しければ政治大学校は文部大臣から 設立認可を受けた正式の教育機関ではなく学歴として引き合いに出すことは本来できない。政治大学校が自民党内の組織であれば当時は自民党員以外に対して抗議を解放する制度や手段がまだ完全には整っておらず実質的に党員でなければ受講は不可能だった。竹入は後の言論出版妨害事件の時 自民党幹事長だった田中角栄に処理を依頼するが、田原は昭和30年代中頃には中央政治大学院で閣英が抗議をした記録もあると述べ、竹入が自民党内に出入りしていたことで閣英との関係が調整され、その後の自公民連携の基礎にもなっていったとの見方を示している。一方で政治大学校は東京、新宿に存在した。 現在の各種学校にあたる組織だという説もあるが、これについて、竹入本人は口を固く閉ざしており、詳細は未だに謎のままである。2006年5月19日、公明党は内部調査により、竹入が、党中央執行委員長在職中の1986年7月に、自分の妻へ送った指輪の購入代金を、党の会計から支出し着服を領したとして、 総額550万円の損害賠償を求める民事訴訟を東京地方裁判所に起こした。翌日には、政教新聞でも提訴が大々的に報道され、提訴後も同志には折に触れて、横領を非難する記事が掲載された。2008年3月18日、東京地裁は、党の会計から指摘流用したとは認められないとして、請求を帰却。判決文では、 横領したという当時は、中三同日戦の最中で、党トップの竹入氏が、秘書や警護官も伴わずに、デパートで夫婦揃って高価な指輪を購入するのは、不自然と指摘した上で、購入した指輪の具体的な種類や形状が、特定されていないことなどを理由に、流用の事実は認められないとした。公明党側は即日、東京高等裁判所に控訴したが2008年12月4日に、 互いを、誹謗中傷せず、竹入が、遺憾の意を表明した場合は、党側が構想を取り下げるとの条件で和解が成立した。この事件について、学会は、政教新聞の紙上で、着服横領事件を複数回にわたり、報道していたが、判決後も、竹入との和解条項の全容は公表していない。ありがとうございます。